今のは。バカなこと。こんなところにいるはずがない。あなたが、なぜここに。それは僕のセリフだ、ベンボーリオ。僕は、あの。君がなぜここに。いや、外で話そう。サオウの居場所を調べているときに、ローズ座で不審な情報を見つけて。それで、ここにたどり着いたんです。ただそれだけで。おかしなことを考えてはいないな。当たり前です。僕は別に、キャピュレットやジュリエット様を害したいと思っているわけではありません。僕は、ただあなたに。すみません。今日はこれで失礼いたします。誰だ？僕に何か用？ロミオ様。生きていらっしゃった。君は、お会いしたかった。ずっと、あなたに。ロミオ様、僕は。待ってくれ、ベンボーリオ。表ではまずい。家の中に。ここに、住んでいらっしゃるんですか？ああ、そうだよ。散らかっていて悪いが。お一人で？なぜ？君の方こそ、なぜここに？この場所を知っている者はベローナにはいないはずだが、どうしてわかったんだ？探しました。そうは言っても普通ならまず探そうと思い立つことがないだろうに。ロミオ・モンタギューは、もう死んでいるんだから。そんな言い方はやめてください！でも、事実だ。すまない。久しぶりに会えたというのに、そんな顔はしてほしくない。ベローナに戻っていたんだな。今は何を？帰国した後、ロザリンドの推薦で
ベローナ議会に参画しています。パリス公爵の勧めもあって、モンタギュ城から運び出された書物や資材の管理は僕がしています。そうだったのか。ありが、いや、僕がお礼を言うのはおかしいな。半年ほど前、保管庫で小さな手帳を見つけたんです。これはロミオ様のものですよね。他の公的書類などと同じ筆跡だったので、すぐに分かりました。読んだんだな。すみません。ですが、そのおかげでサオーとあなたのつながりに思い至ったんです。手帳に書きつけられていたのは、短い詩や戯曲のセリフらしきもの。それらの中に、サオーの新作戯曲に使われていたフレーズがあった。ロミオ様が死んだとされた後に発表された戯曲です。なるほど。それでここまでたどり着いたというわけか。さすが弁望寮だ。君が国を出たのはかなり前だが、当時から難しいことをたくさん知っている賢い君を尊敬していた。今も変わらない。いや、もっと磨きをかけているんだろうな。めっそうもない。あの、ロミオ様、戻ってきてはくださいませんか。弁望寮、それは新王モンタギューとして、またキャピュレットと対立してくれと言っているわけではありません。ジュリエット様やパリス公爵と共にこの国を導く立場に立っていただきたい。今のベローナでなら、あなたとジュリエット様が手を取り合っても何もおかしくはないでしょう。あの時、その道を選べていたら。え？いや、何でもないよ。弁望寮、君の気持ちは嬉しい。けれど僕は戻れない。そんな。君だって本当は分かっているんだろう。僕の死は戦争終結の対価だった。そんな僕が実は生きていたと知れたら、ベローナの平和は根底から揺らいでしまう。ですが、あなたは。ありがとう、弁望寮。会いに来てくれて嬉しかった。また君に会えてよかった。けれど、もうここに来てはいけない。僕のことは忘れてほしい。ロミオ様！それが、ベローナのために、僕が望むことだ。パリス公爵も団長さんたちも、先ほどはありがとうございました。駆けつけてくださって助かりました。私だけではとても切り抜けられそうにありませんでしたから。パリスさんが気づいたんです。お二人がいないって、きっとあの場所だろうって。
お見通しですのね。間に合ったからよかったものの、警察だったぞ。はい。申し訳ございません。ロザリンドを責めないでください。彼女は、私の希望を叶えてくれただけなのです。それより、パリス公爵、聞きたいことがあります。何でしょうか？ロミオは、生きているのですか？は？先ほど、反キャピレット八家組織の集会場所に、ロミオがいました。ジュリエット様？それは一体？間違いありません。ロミオは、生きていた。それなら、パリス公爵はご存知だったはず。おそらく、団長さんたちも。オイラたちは。責めるつもりはありません。ただ、教えていただきたいのです。本当のことを。お願いします。わかりました。私からお話しさせていただきます。神王モンタギューはこれで死んだ。お前、何を。私はキャピレットの西王軍を率いる者として、神王モンタギューを決して見逃すことはできない。だがパリスという一人の男として、ロミオ、お前を切ることはどうしてもできない。パリス、お前は甘すぎる。いや、お前はこれからこの世界ではもう死んだ者として、絶対に素性を知られぬように生きていくしかない。その道はここで死ぬことよりも辛いかもしれんぞ。ジュリエット様にももう二度と会えないだろう。たちも知ってたんだ。知ってて、お前に黙ってて。ごめんなさい。いや、すべての責任は私にある。団長たちはただ、協力してくれただけだ。いえ、ロミオが言ったのでしょ。ロミオが、私には黙っているようにと言ったのではありませんか。これは。すみませんが、少し一人にさせてください。わかりました。失礼いたします。ジュリエットさん、おやすみなさい。おやすみなさい、皆さん。
ロザリンド、すまないが、このことは。わかっています。口外いたしません。すまない。軽々しく口に出せるわけもありませんわ。それに、今夜のことは私の責任でもありますから。ですから、謝罪はもうおよしになって。わかった。あの、ジュリエットさんだけじゃなくて、ロザリンドさんもお疲れですよね。パリーさんも顔色が良くないですし。だから、今日は皆さんゆっくり寝て、明日いろいろなことを考えた方がいいと思います。そうだな。もう遅いし、オイラたちも部屋に戻ろうぜ。ええ。私も着替えなければ。おやすみなさい、皆さん。誰だ、こんな時間に。何かあったか。こんばんは、パリス公爵。ロザリンド、どうした、こんな夜更けに。何かあったのか。明かりが漏れていたのが見えました。公爵も私と同じで眠れないのかと。ああ、そうか。ええ。ですから。バルコニーでお茶でもいかがですか？いただこう。まだ暖かいですから、お気をつけて。ありがとう。夜風が。ええ。心地よいですね。深夜の秘密のお茶会も悪くはないでしょ？秘密のお茶会か。ジュリエット様とはよくこういうことを。よくというほどは。デボラの目を盗むのは簡単ではありませんからね。時々ですわ。ほどほどにな。先ほど、一つご報告しそびれてしまったことがありますの。なんだ？地下組織の集会場所で、演説をしていた方がいらっしゃったのですが、ローズ座のアントニーでした。アントニー、それは確かなのか。ええ、残念ながら。そうか、ローズ座はやはり取り込まれていると考えるべきかもしれないな。私には何とも。ともかく注意して調べてみよう。報告ありがとう。
すぐにお話しできなくてすみません。それは構わない。あの状況では仕方がなかった。ええ、ロミオ様が生きていらしたなんて。君も驚いただろ。ええ、それはもちろん。私は本来ならロミオ様の臣下です。そうだな、君は元モンタギューの貴族だから。幼い頃からあの方を見てきました。お父様や弟と共にロミオ様に仕える未来を疑ってはいなかった。ですが消えてしまった。全部いなくなってしまったことを、消えてしまったことを悲しいとは思います。でもどれだけ嘆いても泣いても生き返ってくれるわけではない。だからずっとあの方を忘れられずにいるジュリエット様を見ているのがとても辛かった。あまりにお気の毒で。ジュリエット様を縛り続けるロミオ様のことを一層恨んでさえいました。でも生きていらっしゃったのですね。生きてはいる。だがジュリエット様がそれを知ったところで彼が生き返るわけではないんだ。生きているのに生き返らない。今のベローナは新王モンタギューであるロミオが死んだことで生まれた。我々はこの2年間彼の死を前提に全てを積み上げてきたんだ。彼が生き返れば状況は全く変わってしまう。だがこんなものは全て建前だ。ジュリエット様にとってのロミオはただのロミオなのだ。モンタギューであることなど関係なく、どれほど大切でかけがえのない存在か。私は知っていたのに、知っていたのに。私はパリス公爵。どちらにせよ秘密は暴かれた。重大な陰徳の罪を犯しながら、のうのうとそばにいた私を。ジュリエット様はお許しにならないだろう。もう二度と信じてはいただけまい。パリス公爵、それはあまりにもジュリエット様を侮っておいでですわ。侮るなど、私は明かすことのできないあまりに大きな秘密を抱え、あなたが苦しまなかったはずはありません。いつ終わるとも知れない苦しみの中で、あなたはジュリエット様とこの国を支えるために最善を尽くしてきた。私でさえわかることをジュリエット様がお分かりにならないはずはないでしょう。それにパリス公爵はロミオ様ともご友人でいらっしゃったと聞きましたが。ああ、けれど今の私は
あいつとの約束を守れなかった男だ。ジュリエット様には秘密にすると約束したのにな。板挟みですわね。お優しい方、どちらも大切に思うほどお辛いでしょうに。私は結局ただあの二人に幸せであってほしかっただけなのだ。最初はシンプルな望みだったのに、今となっては随分と入り組んで複雑になってしまった。ああ、パリス公爵はジュリエット様にプロポーズをされたんでしたものね。聞いたのか。私が無理やり問い詰めたのです。ジュリエット様を責めないでくださいね。責めるなど、そもそももう無効な話だ。そうでしょうか。当然だろう。ジュリエット様はもうロミオの生存をご存知なのだから。関係ないのではありませんか。パリス公爵もロミオ様が生き返るわけではないとさっきおっしゃったじゃないですか。いや、それはそうだが。ならばここからが本当の勝負なのでは。何を言うんだ。そんなに慌てなくても。私なら絶対にパリス公爵を選ぶんですけれどね。弱音を聞かせてしまったのは悪かった。謝るからからかわないでくれ。悪いだなんてそんな風に思ってはおりません。私、パリス公爵は公明正大で志高くご立派な方だと思ってきました。もちろん今も同じように。でも今夜お聞きしたお気持ちはとても人間らしくて、少し身近に思えて。悪くない気持ちですわ。そうか。いい香りだ。リンデンとオレンジブロッサムのハーブティーですわ。よく眠れるように。そうか。ジュリエット様、お顔の色がよくありませんわ。眠れなかったのでは。そうですね、あまり。でも大丈夫です。ありがとう、ロザリンド。まず皆さんにお尋ねしたいことがあります。どうした？何でも聞いてくれよ。ええ。皆さんはあの人が、ロミオが本心から反キャピレット派の地下組織に身を置くと思いますか？ありえませんね。私もそう思います。ロミオさんが反キャピレットになるわけありません。オイラたちはロミオと時々会ってたからな。あいつが変わってねえのは保証するぜ。そうですか。
おそらくロミオも何か不穏な動きを感じ取って調べに来たといったところではないでしょうか。ジュリエット様と同じですわね。ええ、それならば協力を仰ぎましょう。ロミオにですか。はい、あの人がどういう経緯で地下組織の集会へたどり着いたのかは分かりませんけれど、私たちとは違う独自の情報ルートがあるのは確かでしょ。力を合わせればきっと解決への近道になります。そうですよね、絶対にそうだと思います。それじゃあロミオをここに呼んでくるか。いえ、それは。私はロミオに会うわけにはいきません。彼の存在を公にすることもできませんし。ですから団長さんたちにお願いがあるのです。なんだ。ロミオにお会いになっていたということは、彼がどこにいるかも知っていますよね。はい、お家を知っていますが。よかった、それなら伝言をお願いします。反キャピレット派の地下組織の件を解決するために力を貸していただきたいと。ああ、それくらいはお安いご用だぜ。ありがとうございます。それからパリス公爵にロザリンド、この件に関しては議会には挙げられません。はい、分かっております。ロミオ様のことを口外できないのですから、当然そうなりますわね。ごめんなさい、せっかく議会制度を改革しみんなで力を合わせて国を動かしていく形を作ってきたのに、ここへ来て私がそれを裏切るようなことを。ご立派だと思います。信念は大切なものですが、がんじがらめになっては周りが見えなくなってしまう。正しいやり方ではないと分かっていても、選ばなければいけないことはあります。生も濁も受け入れ飲み込んで耐え、まっすぐに立つ。あなたは本当にお強くなられた。いえ、そんなお言葉をいただける資格私にはありませんけれど、ありがとうございます。それからもう一つ、ロミオには私の提案だとは言わないでいただけませんか。きっと余計な混乱や心配をさせてしまうと思うので。それは構いませんが。私からの依頼だと話してくれ。ジュリエットさん、大丈夫でしょうか。わからねえな。平気そうに見えたけど逆に心配だぜ。誰にも言えずに傷ついて我慢して無理してるんじゃないかって心配ですね。それによ、オイラさっき気がついたんだけど、ロミオが今サオとして戯曲を書いてるって話ができなかったな。あ、
それどころじゃなくて忘れてましたね。そもそもパリスにも行ってねえ話だからな。ロミオの許可もなく行っていいことじゃねえかもな。まあオイラたちに今できるのはロミオに伝言を届けることだぜ。はい、急いで行きましょう。ってことなんだけどよ。うん、協力することに問題はないが、パリスからの伝言だと言ったな。はい、パリスさんがロミオさんにって。この家の場所を知ってんのはオイラたちだけだからな。オイラたちが伝言するしかなくて。ああ、わかったよ。わかったが、そもそもなぜそんな話に。僕が反キャピュレット派の組織に気がついて追っていると、どうしてわかったんだ。あ、それはだな。なあ、団長、君は嘘が下手だな。実はジュリエットさんに頼まれたんです。そうだったのか、ジュリエットが。ごめんなさい、嘘をついてしまって。いや、気にしないでくれ。むしろ謝りたいのは僕の方だ。考えてみれば、そもそも僕はこの2年間君たちに嘘をつかせ続けてきたのだから、申し訳ないことをした。なしだぜ。つうか、やっぱりロミオとジュリエットは似てるよな。そうですね、相手のことを考えすぎて隠し事をしようとするところとか。そうなのかもしれないな。地下組織の件は喜んで協力させてもらうよ。むしろおそらく僕の方が動きやすいと思う。だからしばらくは少し任せてほしい。何か分かったことがあれば情報は共有すると伝えてくれ。そうだな、皆が僕のことを信じてくれたのが嬉しい。それにやっと同じ目的のために手を取り合えるから。みんなで協力したらきっとあっという間に解決します。ああ、オイラたちも手伝うしな。頼もしいよ。ま、頼もしいついでにと言っては悪いが、君たちに一つ頼み事をしてもいいだろうか。何ですか？こんなことを僕が言うのもおこがましいのだが、ジュリエットのことを見ていてほしい。無茶をしたりしないか。何か抱え込んでいるのなら話を聞いてやってほしいんだ。
ちろんです。任せてください。言われなくてもだぜ。